んにちは。剣道のある生活ザムービーの田村です。今回はコロナ禍での道場の休み期間を利用して、剣道のコツを改めてご紹介したいと思います。こんにちは。剣道のある生活ザムービーの田村です。今回は剣道のコツの2回目、小手についてご説明していきたいと思います。小手は面と違って場合打突部位が近くにある。で、位置的にも面から比べればだいぶ 下に打突部位があるということで、振りかぶらずにも、打てる部位になります。田原先生が指導している1拍子の打ちというのは、右手を固定して左手で竹刀操作をして竹刀を振る。この動作はそのまま小手打ちの動作になります。この右手を動かさずに左手で小手を打つというのができると、その竹刀操作のまま 面まで手を上げて打てば面打ちができると。まあ道もそうですね、同じ道が打てるということで、小手が打てれば面が打てるというふうに説明しています。で、小手の難しいところは、手は全然こう動かさずに打つので、もう自然と1拍子のうちのタイミングになるんですけど、足はなかなかそのスピードについていけないので、手から行ってしまうとやはり小手は当たらない。足から行って、まあ、体を飛ばして、足から行って踏むときに小手を打つというのが、まあ、ポイントになってきます。上半身を小手の方に向けて倒していった行くようなことがあると、まあ、小手に来るんだなというのがすぐに分かってしまいますので、上半身はまっすぐ立ったままで、手元を上げずに小手を打つ。その時には高さ調整は足でします。足を面打ちよりも足を大きく開いて、で、重心を下げて、で、相手の小手の高さにまで、打つ竹刀を振る位置を調整して打つということを指導されています。それでは私の小手打ちをまず通常の速度で見ていただきたいと思います。実は私もあまり小手上手じゃなくてですね、今練習中ですので、その辺も頭に置いてご覧いただきたいと思います。問題点がいくつかあってですね、まず重心が下げきれてない。もっと足を開いて膝のバネを使って、しっかりとこう姿勢を作んなきゃいけないんですけど、ちょっと弱くてですね、棒立ちになった感じになってます。それともう一つ、どうしても右手が動いてしまうんで、まだ田原先生の言う1拍子の打ちというのができてません。前回の面打ちでも右手をこうつい引いてしまって、竹刀が無駄に大きく動いてしまうというのを見ていただいたと思うんですけど、小手でも同じです。
小さい動きの中なんですけど、本当は左手で打ちたいんですけど、どうしても右手が動いてしまう。それで相手が打ってきたところ、それで小さくコンパクトな小手打ちになりきれてません。それともう一つ、お互いのやり取りをするときに、私は今竹刀が相手の竹刀から離れて竹刀操作をする癖がついていて、そのために竹刀が大回りをしてしまうというのはもう一つ問題点としてあります。右手を動かさずに相手の竹刀にしっかりとこう竹刀を触りながら、相手の竹刀が動いた時に左手指導でまっすぐにこう打っていくということができたらまあいいんだけどなと思っています。それではスローモーションで、見ていただきたいと思います。手と足が一緒に動いちゃってるんで踏み込みが間に合ってません。というか、踏み込む、床を踏むときに竹刀を振らなきゃいけないんですけど、手が先に出てしまってるということで非常にまずい、あまり上手じゃない小手打ちになってます。それでは2本目をご覧ください。今のは左手を押して右手を押すと、右手が動いてなかったので、まあ、右手が引くような動きがなかったので牽制の走ったいい打ちになってたと思います。足は相変わらずちょっと遅かったですけど、竹刀の振り方としては右手が動かなかった分牽制が動いてシャープな打ちになっていたんじゃないかと思います。それでは3本目をご覧ください。3本目も竹刀の振り方は良かったんじゃないかなと思います。相手の竹刀に触りながら、右手を固定して相手の竹刀に触りながら、相手の竹刀が動いた時に左手を振るという形にして振ってみたら、いい感じの竹刀操作になってます。ただやっぱり足がまだ遅いというか、手が速いということですね。足が飛んでトンと右足を踏む時に竹刀を振る、そこまで我慢ができたらいいのになと思ってます。それでは4本目をご覧いただきたいと思います。
これは悪いところがしっかり分かりましたね。まだ右足をこう相手の方に飛ばしてるんですけど、まだ体が浮き上がっていく途中で竹刀を振ってるんで、危険体一致になってないです。もう手がうまく動いてるんで、強度的にはあるように見えるんですけど、これやはり危険体が一致しないと。ずっと目打ちをに重点を置いて稽古してきたんで、どうもこう浮き上がるような跳躍というのが癖になってるんですね。ここ最近ではそこを直すようにという指導を田原先生、町田先生から言われてますんで、もっと下にまっすぐ相手に向かって体が出るように、特に小手は下に踏めるように、面も、まあ、いつでもこう、想定外に相手と近づいた時でも、相手が早かったりですね、相手が打突するタイミングが早い時には早いなりにトンと踏めるように、間合いが近ければ近くで踏むということができるように、ちょっと練習をしていきたいと思います。以上が小手打ちの解説になります。いかがだったでしょうか。参考になったら嬉しいです。今回の動画は以上になります。次回の動画は小手面になります。お楽しみにお待ちください。